文部科学省より教育情報セキュリティポリシーに関するガイドラインが公表されていますが、各学校や自治体ごとに予算、スケジュールなどその取り組みを実現していくことは大きな課題となっています。情報量、スピード、公平性、セキュリティなどあらゆる面で高い水準が求められている教育情報ネットワークでは、大きく分けて3つの問題を抱えていることが現場の声として挙げられています。生徒一人一人のタブレットへの接続や防災対策での無線LAN、個人情報や教育情報などの保護やウイルス不正アクセスなどへのセキュリティ対策、有線・無線を交えた様々なネットワークに多忙で人員不足な現場での運用管理、これまでの事例をもとに教育情報分野でのネットワークの重要なポイントを紹介いたします。今回その担当させていただいた学校さんでは、各教室に1台ずつアクセスポイントを導入させるっていうところと、学生数も多いところでしたので、そのより安定な接続を求められるといったところを考慮して、各教室アクセスポイントを設置する、そういう事例にはなってるんですけども、その製品の開発から販売して、さらに構築して、そのサポートまで一貫して行えるといったところは弊社の強みで、お客様にも気に入っていただけるところかなと思います。ネットワークインフラを構築するにあたって、例えば利用時間を決めるであったり、伏せ端末をこうつながせないということを求めていらっしゃいまして、でそこで無線 LAN アクセスポイントだけでなく、さらにその端末をですね、認証する装置、認証サーバーというのがあるんですが、それにも合わせて提案することで、その、端末の制御というのを、ご提案するということがございました。近年どんどんこう IT 化というのが学校の中に進んできている中で、無線で端末を使うであたりで、そういう環境を整えるにあたって、やはり弊社のノウハウをご提供させていただいて、学校の教育で使いやすいネット環境であったり、ただそのセキュリティの部分をちゃんと考えた上で、その設計を行ってご提供するというのをですね、お話を進めてどんどん広げていきたいなというところは考えております。ほとんどの実情が、先生がネットワークの運用管理をしているという形です。授業中じゃなくて夕方であったりとか、土曜日日曜日に、例えば障害が起こった時に、じゃあその先生がわざわざ学校に行って、で、例えばその障害の内容を確認して、それでメーカーに電話してということをしなきゃいけないので、相当今やっぱり、ICT がどんどん整備されている反面、先生方の負担がすごく今かかっているという現状です。運用となると、どうしても人が、ずっと、お守りをしていかなきゃいけない。でもその先生方が、2年3年いいんですけども、当然そのまたどこかの転校して、どっかのところに違う学校に行く可能性があります。そうすると、当然その、やられた方がいなくなると、その瞬間誰もわからないというのがあります。で、今私どもはネットワーク機器の中で、その必要な情報、それが設定情報をお互い機械が会話をして、その情報をすべて、メインの、いわゆる集線装置 L3 スイッチに、情報を全部管理をする。人がずっと管理しなきゃいけないっていうところは、いずれやはりほころびが出てくるんですけども、これを私の機械であれば、ずっと導入していける限り常に最新の状態を保ちつつ、何かあればですね、スマホのようにですね、自動復元ということで、先生方が今、刺さっている状態の形に戻すだけで、元の状態に戻すという、こういった機能が私どもの統合管理の機能でついております。私どもの場合は、ネットドットモニターっていう、ネットワーク全体を、リモートで管理をする、こういったサービスを、私ども今、お客様に提供してますので、それをすることによって、先生方が、気づく前に私どもの方で気づいて、そこでリモートでメンテナンスをすると、このようなサービスをすることでですね、先生方の負担を軽減していくという今ソリューションを提案しております。セキュリティで先生によっては私物のパソコンを持ってきて、それを授業で使ったりとかするんですけれども、今までそういったのは分からなかったんですね。で、こういったのも全てやはりネットワーク上にどういう端末、いわゆる不正接続ですね、登録してない端末が刺されますと、これも通報が上がるようになってますので、私どもの方から連絡を差し上げて、今まで気づかなかったものに気づくと
というような今気づきの世界ですね。これまでもこれからもネットワークで教育の未来を支える、地域現場をつなぐ、個人の情報を守る、システムを使う、子どもたちの未来を担う教育情報システムを支えるアライドテレシスです。